88号では14号までに組み立てたエンジンを機体に取り付け、さらにコクピット組、風防、エンジンの付け根に空気取り入れ口を取り付けます。今回付属するパーツです。パーツ08のカバーはケースとは別の袋に入っているので紛失しないように注意してください。最初に14号で組み立てたエンジンを突起を機体のスリットに差し込みながらはめ込みます。次にパーツ04のカバーをエンジンの突起の穴に差し込みながら機体にはめ込みます。次に機体にパーツ01の全部風防を機体側の穴に突起を合わせてはめ込みます。次にパーツ02の中央風防を機体の溝にスライドさせるようにしてはめ込みます。続けてパーツ05の操縦席後部カバーを機体の穴に突起を合わせてはめ込みます。次にパーツ03の後部風防を中央風防の内側に差し込んで後部カバーの穴に合わせてはめ込みます。この時機体から浮かないようにしっかり押さえ込んでください。中央風防が後方へスライドするか確認します。次にパーツ07のメッシュの突起に接着剤をつけてパーツ06の空気取り入れ口に2本の溝にはまるように接着します。次にパーツ08のカバーを前後の向きに注意して接着します。次に組み立てた空気取り入れ口を機体全部の底面にはめ込みます。最後に72号に付属した機体パネルを向きに注意してはめ込みます。これで88号の作業は終了です。